プラットフォーム、大野号駅は、高知県須崎市名県庁にある、四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は、K17。特急列車は、足ずりの一部が停車する。1942年6月20日に、大野号信号場として開設した。1945年9月1日に一度は、廃止されたものの、1946年7月10日に、再度開設。 1947年6月1日には駅に昇格した。かつては定期運行の特急列車はすべて通過していたが、2013年3月16日のダイヤ改正で折夕方、上り朝方に、それぞれ2本ずつ特急が臨時停車するようになり、2020年3月14日現在は、下り夕方以降4本、上り朝方2本の計6本の停車となっている。 また、2009年3月までは、臨時特急、ウィークエンドエクスプレス高知が停車する時期があった。2014年から毎年9月に開催されている、ご当地キャラ祭りインス先の会場の最寄り駅になるため、開催当日は、特急山往復が臨時停車する。かつては、大阪セメント、高知工場の専用線が伸びており、セメントの原料である石灰石が、 戸賀野駅から輸送されてきていた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては駅は1面1線のホームしか存在しなかった。駅本屋は曲線上の屋根を持つ。業務委託駅だったが、2010年9月に無人駅になった。ホーム間は古線橋で移動する。配線は従来の単線ホームから複線ホームを増設した一線、スルー構造のようだが、 信号設備を上下で使い分けているので、下り通過列車は分岐側を通過する。速度制限は、下りが時速6 0トル上りが時速1 0 0トルである。約5 8 0ル須崎プリンスホテル前。ありがとうございます。